はい、こんにちは。FTM ラジオ亮です、今、新潟の居酒屋にいます。で、今日はね、俺も初めましてなんだけども、なんかすごい噂を聞いたので、ちょっと話したいと思います。じゃあまずちょっと名前を聞いていいですか？はい。新潟でお店をやってるんですけども、シンガーをやってるヒューと申します。よろしくお願いします。ヒューさん。はい。噂によると歴代の彼氏が FTM え？その言い方だと FTM としか付き合ってないみたいなことになっちゃうね。ああ、そっかそっか。なんですよ。あ、じゃあ比率じゃあお願いします。待って、数えきれない。あ、いや、FTM の方が多いかも。あ、待って、8割 FTM。 8割 FTM。 そうですね。 FTM が好きなわけではなくてではなくたまたまこう素敵だなと思った方が FTM だったっていう。へえ、あ、そう。どう、いいそうですね。なんかあんまりそういう、なんだろう、特別視して見たことがないので、もともとだから FTM だからいいとか、なんかこうだからっていうよりは、そういう素敵な人に巡り合ってきたっていうだけです。じゃあ普通にもう男性としてっていう感じ、ね、人としてもそうだし、まあ、男性以外に見ろっていう方がちょっと難しいかなって。なるほど。じゃあちょっともう深く話聞いてっちゃうけどさ、聞いてっちゃうけどさ、聞いてっちゃうけど、夜はどうよ。ああ、でもなんか人によるかなって思う。いや、でも、満足できる。あ、まあ、全然それは。あ、本当、じゃあいいよね。全然何にも変わんない。そのついてる男性ともありますし、ついてないその FTM の男性ともありますけど、別になんか差はないと対して。だって差はないんだって。愛があれば差なんてないんだよ。そうないかなって。むしろなんか人によるとは思いますけど、まあでも丁寧だと思います。すごく大切にされてる感は FTM さんにもあるかなと感じます。だね。そっか、彼氏が FTM で困ったとか、逆に嬉しかったとかもある。嬉しかったのは、生理痛の苦しみを分かってくれる。生理がない男性には分からないところなので、そういう点では分かってくれるから、しんどそうだと、ね、何か必要かとか、ロキソニン持っててくれたりとか、なんかそういうところはすごい助かるなと思うし、ない。でも、あ、困ったというか、私が困るというよりは、私は彼氏として紹介したいけど、彼がやっぱりそう見られないんじゃないかっていうので、ちょっと遠慮がちになったりとか。私、実家に住んでた時とこの彼が、うちに遊びに来て、最初はその要は女友達みたいな、まあ、注射も何もしてない段階でさ、だったら女友達みたいな感じで連れて行って、なんかそれをわざわざ女友達って言わなきゃいけないのかなって思ってて、私はそれって必要かななんて思ったら、うちのお父さんが「え、あのさ、お前最近うちに来る何々ちゃんってさ、あれだろ？」みたいな、「程度して生涯ってやつじゃねえの？」みたいな、すごいね、って言われて「おっ、うん」みたいな、「お前ら付き合ってんだろ？」みたいな、「おい」みたいな、「もうそっか」みたいな、「おじゃあ息子みたいなもんだな」みたいな感じのうちの父親だったので。そういう点ではそういうのも困らなかったし、だから逆になんか彼の方が一緒に歩いててそう見られるんじゃないかっていう感じかな。なるほどね。私が困ったことはあんまり。あ、そうです。
FTM 側の方がね気になってたりするんだよ ね、 そ れ、 ねそれこそ、うん、夜の話じゃないけど、うん、うんとやっぱりこう恥ずかしがって脱がない方が多かったりし、うんうん、たからなんかこうね全部こう手術が済んでれば脱いだりとかパンツだけになったりとか、まあ、全部脱ぐ人もいたりしっていうのもあったけどなんか基本ねやっぱりそういうので肌こう触れ合えてけど触れ合えないなっていうちょっと寂しさみたいなのはを感じたことはあったかなって思うけどでもね彼の思いを尊重したいからそこはって、うん、理解できないことじゃないしいや理解あるっていうかなんかこう受け止めてくれるね人もいるからね今日ね、まあ、こんな方に出会ってびっくりでこんな話聞けると思わなかった皆さん、FTM とぜひね出会いがあったら付き合ってみてもいいんじゃないぜひおすすめしますだそうです今日はヒューさんでした、はい、ありがとうございましたありがとうございましたではまたバイバーイ。